フリッツ・フォンウーで、子供部屋1889年子供部屋は、住居として生活している、家の中でもっぱら子供の専用として使われている、部屋のことである。子供の遊びと生活の場所。19世紀のヨーロッパの市民社会の中で、中流階層以上の家庭では、食住一致の時代も過ぎ、住居が家の外で働く、大人たちの安らぎと休食の場になってからは、 子供たちは家の生活の終焉に追いやられ、主として親たちが書斎、寝室、客間と部屋を取っていって、余り物の屋根裏部屋が子供たちの居場所としてずつが割れた。そして親たちの社会生活に首を突っ込ませないために、その現実の生活の代用として男の子には鈴の兵隊を女の子にはドールハウスが与えられた。この時代に書かれた今日でも、 代表的な児童文学作品の中でも子供たちの居場所は屋根裏部屋である。ピーター・パン、小工女、赤毛のンなどを参照されたい。日本でも太平洋戦争後、ベンジャミン・スポックのスポック博士の育児書がしつけのバイブルとして紹介され、独立心を養うために子供たちは別室で寝起きさせるようにという見解が広まり、 また高度成長期の経済の交流とともに、住宅の中に子供部屋を最初から設けるということが徐々に広まってきた。さらに、現代では国民生活の向上と少子化により、親が自分の部屋を持てないにもかかわらず優先的に一人一室が当てがわれたり、クーラーやパソコンといったものが設置されたりすることも珍しくなくなっている。おおむね、子供部屋は子供が小さい時は、 男女教養で、長時手からは別室になることが多い。勉強部屋であると同時に、遊び場、検診室として利用される。そこには次のようなものが備わっている。19世紀のヨーロッパの都市文化の中では、屋根裏部屋にあることが多かったが、20世紀後半になり、子供の数が少なくなるにつれ、一家の中での子供の占めるウェイトが大きくなり、家の中で子供部屋は、 日当たりの良い南向きの位置に取られ、玄関脇から離れたところ、あるいは2階といった大人たちの地域や仕事の関係で、人の出入りがあっても、子供たちの騒がしさが邪魔とならないような場所にあることが多くなってきた。子供部屋の誕生の背景と歴史については、参考文献を参照のこと、ありがとうございます。